先生、呼吸停止です。ユーマに全開。はい、何秒、もうすぐに心中。はい、酸素つないで。はい、プラス40です。点滴全開。はい、プラス30です。大丈夫よ。アレストです。お父さん死ぬわけないんだから。もう一度80W。はい、ダメです先生、戻りません。反射ありません。10時31分五輪銃です。私とユータをキャンプに誘ってくれたのは、それから数ヶ月経ったある日のことでした。父親を亡くしてからというもの、すっかり内向的で無口な子供になってしまったユータに、少しでも以前の元気を取り戻してほしい、そんな願いもあって、私は和美の誘いを受け入れたのです。さゆりちゃんとも仲良くすんのよ。うわー、すげーな。その時何かが滝壺からこちらを見つめ返したような気がしたのです。こんなところ怒ったら一巻の終わりね。よしてよ。ごめんごめん、さあ早くテント張らなきゃ。危ないよ、気をつけてね足元。行くぞ。ほら、タクソちゃんと取れよ。ほら、ゆーちゃんそっち。この子はいい加減にしないと。
だってゆうちゃんが。だってじゃないでしょ、仲良くしないと。わあ、仲良くしてるもん。な、向こう行こうぜ。待って、あっちだ、あっち。じゃんけんに負けたんだから、今から50数えるまで目隠しとっちゃいけないんだぜ。一緒に遊んでたんじゃないの？くれんぼしてたらどっか行っちゃった。え？探してくるわ。ゆうた！ゆうちゃん！ゆうちゃん！ゆうたくん？ゆうたくん？ゆうた！ゆうちゃん！ゆうちゃん！ゆうたくん？ゆうた！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 ゆうた、あんた一体どういうつもりなの？え、どうして一人でどこ行ってたの？え、あ、あ、そういえば組んだ、返せよ。なんだよ、返せよ。僕がもらったんだ、僕のものだ。あげるもんか、返せ、泥棒。タッキー、やめなさい。いい加減にしなさい。どうしてそう勝手なことばっかりするの？どうしてそんなお母さんに心配ばっかりさせんの？タクヤ君にボール返しなさい。もう、あら、おいしそうでしょ。どうぞ。あったあった。どうですか、味の方は？おいしい、おいしい。本当おいしい。いや、どれ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 、お母さんの味見をしてみましょう。どうだ、二人とも。おいしい、おいしい。じゃあね、いただきます。うめえ、おいしい。意地張ってないで、
食べなさい。おいしい？さっきお母さん飲みすぎた。反省する。あのボールは僕のだったんだ。え？ほら、あの人！あの人が僕にくれたんだ！見てよ、あの人だよ！ほら、そこ！あの女の人、僕にずっとここにいてほしいって。バカなこと言うんじゃないの！お父さんに叱られなくちゃ分からないの？父さんだったら分かってくれるよ！行方不明の立て札？なんだか気味悪くなっちゃって。ああ、そうか。だからあんなにピリピリしてたんだ。でもさ、今日のキャンプって、ゆうたくんのために来たんでしょ？だから、一緒に楽しまなきゃね。さあ飲もうよ。ビール冷えてるよ。はい。あ、ごめん。今日は父親代わりだと思ってたのに。なんこれじゃあ優太にあんなこと言われるのも当然ね。
高子さんごめんなさい。私があんなところ選んだから。私黙ってたんだけど、昔あの山で子供を亡くした母親が滝に投身自殺したって、そう聞いたことがあったの。どうしてその人が言ったの？自分の子供だと思って引っ張ろうとしたのよ。そんな。抑えることができませんでした。お母さん早く、忘れ物ない？行ってきます。行ってらっしゃい。